こんにちは、トマダイです。コロナを機に社会活動であったりとか企業の製造戦略って大きく変わりましたよね。こういった推測できない事態が起きることによってまた体験してますます自分の未来に不安を感じたという方も多いんじゃないでしょうか。トマダイの公式 LINE の方にもですね、これからの社会を生き残るために今後高めるべきスキルについての質問たくさん飛んできています。そこで本日は改めてアフターコロナの社会で視聴価値が高い人材になるための必須スキルトップ3についてお話ししていきたいなと思います。ぜひ最後までご覧になってください。またチャンネル登録、高評価、コメント等もお待ちしております。それだけがトマダイのモチベーションになっております。そして Twitter、Instagram、ノートもやっておりますので、ぜひ概要欄からフォローの方もお願いいたします。それでは本題に移りましょう。まず大前提としてコロナによってどのように働き方が変わったのか、ここはいろいろな記事が出ているのでそちらをね見ていただけたらと思うんですけれども、主な変化としてはテレワークを選べる時代になった、副業が当たり前になった、メンバーシップ型からジョブ型に変わった、こういった変化が出てきました。まずテレワークについてはコロナ前からですね、働き方改革という文脈で徐々に変わりつつありましたが、コロナの影響で一気に変化がありました。最近では求職者が会社を選ぶ際にテレワークを許容していない会社イコール古い体質の会社、変化に対応できない会社、そんな風に考える方も増えてきているそうで、それほどまでにリモートワークとかテレワークというのはスタンダードな働き方となりました。そして副業、テレワークによる通勤時間の圧縮、生産性の向上によって時間に余裕が生まれた方がたくさんいらっしゃいます。そしてこの時間を使って新しい学びを始める人や稼ぎながら学ぶ機会を得られる副業という選択をする人がかなりの数出てきました。労働人口が不足しているジャパンですから、スキルシェアにもなる副業の人口っていうのは今後ますます増えていくんじゃないかなと予測しています。そして最後がジョブ型思想への変化です。ジョブ型というのは簡単に言えば仕事に対して人を割り当てるといった考え方です。職務ベースでの雇用契約を締結して、社員の年齢とか勤続年数とかはもう全然関係なく、その人自身の実力とかスキル、成果っていうものが最重要視されます。企業は今後、ジョブ型に移行せざるを得なくなってくると思います。働き方改革や同一賃金、同一労働などの流れによるものももちろんありますし、何より優秀な人がジョブ型雇用の会社を選ぶようになるためです。こっちの方がやっぱり専門性が高まっていきますから。以上、これら3つの変化がコロナをきっかけに起きていて、今後も確定で広がると考えられています。さて、長々話しましたが、ここからが本題です。この変化の中で今後求められるスキルトップ3をね、解説していきたいなと思ってます。アフターコロナで重要性が増すスキル第3位は内省力です。最近の言葉だとリフレクションとも言いますね。内省っていうのは自分の考えや感情、言動や行動について客観的に振り返ること、深く顧みることを指します。例えば自分の仕事やプライベートにおいて起こった出来事やその時に生まれた感情を改めて客観視して、なぜその時そのような行動をしたのか、なぜそういった感情が発生したのか、そういったメカニズムみたいなところをちゃんと整理することで気づきを得たり、それをもとに次の新たな行動へつなげます。このリフレクションスキルは経済産業省が提唱する人生100年時代の社会人基礎力の土台となるスキルとして定義されています。つまり国が掲げるほどこれから重要視されているスキルだということですね。ではなんで企業はリフレクションスキルを重要視するようになってきたのか。それは今企業はですね、自立型人材を求めていて、その自立型人材にリフレクション習慣がめちゃくちゃ重要だからです。自立型人材っていうのは自らの価値観に基づいて考えて判断行動して成果を出せる人材のことを指します。上司から事細かく指示を受けなくても自分の役割をちゃんと理解してやるべき業務を見つけて遂行できるのが自立型人材です。企業がこういった人材を求めているのも納得ですよね。このリフレクションについてはトマダイの専門分野なので、次回の動画で重要性とか高め方についてより詳しくお話ししたいなと思ってます。不確実な社会の中で主体的にキャリアを切り開いていく必要性、自ら学び続ける必要性が増した今、皆さんの人生を豊かにすることにもリフレクションは大きく関与しますので、次回の動画ぜひね楽しみにしておいてください。以上、3位はリフレクションスキルでした。アフターコロナで重要性が増すスキル第2位はですね、コーチング力です。ここでは自立性を養わせるためのコミュニケーションスキル、マネジメントスキルとしてコーチング力っていうものが重要になってくると考えています。
自分がコーチングを提供しているとか、そういった忖度は一切なしで、本当に重要なスキルになると予想しています。自分の理解としてコーチングスキルっていうのはですね、自ら気づいてもらって、自ら目標を描いてもらって、自らアクションを決めて、自ら実行することを傾聴であったりとか、問いなどのコミュニケーションによって滑らかにする力。それがコーチングスキルだと思っています。こちら見てどうでしょうか？気づきましたか？そうなんです。これまさにですね、自律性というものを引き出すコミュニケーションなんですよ。コーチングには自律型人材を育成する力があります。最近マネジメント層にコーチング研修などが増えてきているのはまさにこれが理由です。これからの時代、社会には自律型人材が必要だと言われても、あ、じゃあ今日から自律型人材になりますなんてことはできないわけですよ。じゃあ外から採用しようと言っても、日本は残念ながら自律性を育む教育に強みがあるわけではないので、自律型人材って希少性が非常に高くて簡単には採用できません。なので今いる人材をどのように自律型に育成していくのか、自走できない人材をどう自走できるように育成するのか、これらが今後より大きな経営課題になっていきます。そしてそれらを達するための一つの光がコーチングスキルです。なのでぜひね、学習してみてください。アフターコロナで重要性が増すスキル第1位はですね、プロジェクトマネジメント能力、まあ略称プロマネ力ですね。プロマネ力はプロジェクトを成功に導くためのあらゆる管理を行うスキルです。その中でも特に抽象度の高い課題を細かいタスクレベルに分解する力、目標から逆算してタスクのデッドラインをスケジュールに落とし込む力、適材適所でタスクを振り分ける力、タスクごとの完了イメージを適切に伝える力、タスクの進捗を管理する力、これらがめちゃめちゃ重要になってきます。ここまでで話した通り、アフターコロナの働き方は自立や自走っていうものが重要になってきます。でも現段階で自立性とか自走力に自信がない方いるかと思います。だからそれを育むスキルとしてリフレクションスキルとかコーチングスキルの重要性が高まるよとお話をしました。ただし育成してもそんなにすぐ得られるものではないし、全員が必ず得られるかも正直怪しいです。それでもうまく人材を生かしてプロジェクトや仕事を前にね、進めないといけない。そこにプロマネ力っていうものが鍵を握っていく、めちゃくちゃ大事になっていくと思ってます。どんなに自己管理が苦手な人でも、めちゃくちゃ細かく具体的なタスクであれば自走して遂行することができるんです。例えばみんなが喜ぶ美味しい晩御飯を作っといて、ではうまくできない人もめちゃくちゃ出てきますが、明日までにこの野菜リストの野菜を分量通りに全部購入しておいて、明後日までに購入した野菜を指示通りに切って保存しておいて、このように細かく具体的なタスクレベルであればできる人がぐっと増えますね。テレワークによって行動そのものをマネジメントできなくなったからこそ、確実に成果にコミットしてもらえる誘導にタスクを落とし込める、スケジュールに落とし込める力が確実に重要視されます。これらは自分自身の自律性とか自走力の強化にもつながってきますので、まずは自分のタスクを細かく分解してスケジュールに落としていく訓練から始めてみてはいかがでしょうか。以上、本日はアフターコロナで需要が増すスキル3選についてお話ししてきました。何より大切なのは実は最初のリフレクションスキルです。これだけが唯一自分で自分を変えていく力だからです。より詳しくは次回の動画でお話ししますので、絶対に見てください。見逃さないようにチャンネル登録もしておいてください。その動画を見た後解除してもらっても大丈夫なので。それでは最後の10秒宣伝です。私が経営する会社では、リフレクションと仲間との切磋琢磨を通じて自分の理想や目標を達成するオンラインコミュニティサービス、リクラスを運営しております。自分の未来をもっと明るいものにしたいとか、どうしても変わりたいとか、そういった方にはぴったりなサービスになってるかなと思いますんで、ぜひ無料体験会やってますんで遊びに来てください。概要欄から URL チェックしてね。では次回の動画でお会いしましょう。ではまた。